ジョルジュ・パウロ・アウグスティーノ・メンデスは、ポルトガル・リスボン出身のフィファ公認代理人である。同業のみのライオラと共に、サッカー界に最も影響力のある代理人の一人として知られている。1966年1月7日、ポルトガルのリスボンにて生を受ける。ジョルジュ・メンデスの父親は公務員で、母親は鳥籠を作っていた。幼少の頃、ジョルジュ・メンデスは、 市場で鳥籠を売るために母親の手伝いをしていたという。ジョルジュの家族はリスボン郊外の町から1986年にスペインのガリシア州から50キロのポルトガル北部のビアナ・ドゥ・カステロに引っ越しをした。ジョルジュはサッカー選手としてプレーをしていたが、その町で彼はビデオクラブの経営を始めた。業績は好調で、その収入は 彼のサッカー選手時代のサラリーよりも上回った。そのお金をもとに地元のサッカークラブの広告の管理などを始めた。その後、観光業やディスコ、バルに投資し、そこで彼の最初のクライアントである、ポルトガル人ゴールキーパーのヌーノ・エスピーリト・サントに出会った。ヌーノはメンデスの仕事により、デポルティーボ・ボラ・コルーニャと契約。これが、 メンデスの代理人としてのキャリアのスタートだった。1996年に、現在の基盤となる代理人事務所を設立すると、ジョルジュ・アンドラーデラ大物選手や、若手選手とマネジメント契約を結び、その後、当時スポルティング・クルーベでポルトガルの原石だった、クリスティアーノ・ロナウドとも契約。2002年に、ウーゴビアナの入荷するユナイテッド FC 遺跡でなお、挙げると、 ポルトガル内での活動を通じてメンデスは大物選手を次々と欧州の主要リーグに送り出していった。2004年に当時 FC ポルトの監督だったジョゼ・モーリーニョを契約者リストに加えたことがメンデスの代理人人生を一変させた。モーリーニョのマネジメントに関しては他の代理人から訴えられるなどの問題もあったが複数の国、クラブにわたって信頼関係を築く彼は 徐々にその評判や影響力を増していく。ポルトガルを中心に、強力なネットワークを築いており、約700億円以上の収益を上げ、彼の会社、ジェスティフートは、約650億円の価値があると見積もられている。http://novajika.com スラッシュニューススラッシュ似てるサッカー、no、CGI? id イコール 3149http コロンスラッシュスラッシュ www.woww.co.jp スラッシュスポーツスラッシュリーガスラッシュコラム 06html ハット http コロンスラッシュスラッシュナンバー bunshn.jp スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ1 0 9,、um. 9 3にありがとうございます。